こんにちは、野口です。今日は東日本大震災から11年目。いやー、ほんとね、もうあの日はですね、まずまあそこでね、まあ地震が起きたということはまあ知ったんですけど、それがね、まさかあんな大きなもう地震とは思わなくてね。で、津波が来ると言っても、まあ、大した津波でもないだろうなと思ったら、もうそれがもう10メーターとか、もうそれで本当に、その来たその映像を見た時、これ本当にこう日本で起きてることなのかなって、もう愕然としましたね。もうあれから11年ね、まだね、行方不明の方とかね、いらっしゃいます。本当ね、無事に見つかることをね、願っています。そしてお亡くなりになったね方々に、もう本当心よりね、ご冥福をお祈りいたします。そしてまだ不自由な避難生活をね、されている方々にね、本当もう頑張っていただきたいというね、エールをね、送りたいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。